午前8時ごろ、札幌市清田区里塚一条4丁目で道路を歩いていた女性が前から来た乗用車に跳ねられました女性は近くに住む杉山美代子さん、75歳で心肺停止の状態で病院に運ばれました警察は乗用車を運転していた清田区の会社員木下直彦容疑者、38歳を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました 歩道は雪が積もっていて道幅が狭く歩きづらい状況です一方車道は乾いている場所もあります警察は杉山さんが雪が積もっていた歩道を避け車道を歩いていたところ車に跳ねられたとみて調べています木下容疑者は警察の調べに対し人がいることは分かっていたが相手の動きを考えていなかったと話しているということです